うちの会社にはすごい女性がいる。それは同僚のくるみさん。社内でも評判のスーパー美人。仕事もできて性格もいいという完璧超人なのだ。そんな美人を社内の男性陣が放っておくはずもなく、何人もの男性社員が彼女を狙っていた。しかし彼女は既婚者で、私旦那一筋なの。旦那以外はどんなイケメンだろうと高収入だろうと眼中にないわと、あらゆる男性社員の誘いを突っぱねていた。大抵の男性はそんな彼女の態度を見て諦めるのだが、チェ、一人めげないやつがいた。エンジ課長だ。どうもエンジです。くるみちゃん、あの資料助かったわ。お礼に食事でもどう？自分の仕事をしただけなのでお気遣いなく。残業続きで疲れたろう。ドライブでも行ってリフレッシュしないか。俺の PM で。そうですね、次の休みに主人と行きます。若いのに結婚を焦るなんてもったいないな。いろんな恋をした方がいいよ。例えば俺とか。焦って結婚したわけではありません。大人の女性には火遊びも必要だよ。何事も経験しないと。パチン、決まった。課長が手筒花火に挑戦したらどうですか。今までモテてきたエンジ課長は初めてのソルトサービスにひどくプライドを傷つけられたようで、俺になびかない女なんてこの会社に必要ない。てか最後俺の話聞かずにひよこのオスメス見分けてなかった。くるみさんに嫌がらせをしてくるようになったのだ。くるみさん、リザ商事との契約取れたんだって。おめでとう。ありがとう。いや、女はいいな。いろんな手使って契約が取れて、いいね。ソラさん、いいから。ああいう陰口は言われ慣れてるから、反応したら相手の思うツボなの。言わせておけばいいのよ。しかし嫌がらせはその後も続き。この資料明日の会議までにまとめとけ。え、この量を一人では無理です。他のやつは手一杯なんだよ。それでも女にはできないか。くるみさん、私手伝うよ。手分けしてやろう。ソラさん、他にも手の空いてる人は。いえ、しかと。ソラさん、いいよ、ありがとう。私ちょっとコーヒー入れてくるね。あ、うん。今そんな忙しい時期じゃないはずなのに、なんで誰も手伝ってくれないの？手助けなんかしても課長の反感買うだけだしな。そうそう、そんなリスクを犯してフォローしたところでさ、どうせ手に入らないなら美人助けだってメリットないだろ。それな。来たぜあいつら。くー、ソラさん、はい、コーヒー。 ありがとう。私どの資料やろうか。じゃあこの辺を。先輩、俺にも手伝わせてください。柳くん、彼は新入社員で本社から研修に来ている柳くん。くるみさんが指導担当をしていた。いいの？その大丈夫？何言ってるんですか。そりゃまだまだ新人ですけど、先輩にみっちり仕込まれたんだからこんくらいできますよ。ありがとう。その日は3人がかりで資料まとめに明け暮れた。あー、大社ギリシュでやるにゃー。あ、俺のとこもう終わってる。じゃあ途中まで一緒にタクシー乗りましょう。そんなことが続いた数ヶ月後、研修を終えた柳くんが本社に戻ることになり、送別会が行われた。柳くん、本社に戻っても頑張ってね。ありがとうございます、支社長。みんなちょっといいかな。柳くんからもう一つおめでたい報告があるんだ。さ、柳くん。は、はい。実はこの度、先輩、くるみさんと結婚することになりました。柳くんと一緒になることにしました。だっていつも言ってた旦那はデスクに写真まで飾ってただろ。まさか不倫略だったい。やべ、課長がバグってる。実は皆さんにずっと嘘をついていました。私に夫はいません。ずっと独身でした。写真の男性は弟です。姉ちゃん知ってる？カンガルーって後ろにジャンプできないんだぜ。はぁ、周囲は驚きで阿鼻叫喚だったが、実は私はこのことを知っていた。と言っても数日前に打ち明けられたばかりだが。でしょうね。彼女は美人ゆえ、学生時代から男性トラブルが多かったそうだ。面識のない人に告白されたり、付き合ってると嘘をつかれたり、ストーカー行為にも何度も悩まされてきたらしい。身に覚えがないのに彼氏に色目使った後、女性から恨みを買うことも多かったとか。なので余計なトラブルを避けるため、入社当時から自分は既婚者で旦那にベタ惚れだと嘘をついていたという。実は支社長が私の父と旧知の中で事情を知って独身だってことを隠してくれていたんです。なんで柳なんだよ。そんな平凡な男のどこがいいんだ。収入も顔も俺の方が。俺の方が今までは下心で近寄ってきて、脈がないと知ると逆恨みをしてくる男ばかりでしたが、柳くんだけは自分の立場が不利になることも恐れず、損得関係なく私を助けてくれたから、私から猛アタックしたんです。あー、どうぞー。もう親切にしておけばいけたのにとか考えてんだろうな、こいつら。つなぎも海。クソが、独身ならそう言えばいいだろ。そしたら強引に行けたのに。お高く泊まりやがって、この。エンジ君、今のは立派なセクハラにモラハラにパワハラ、おかわりだね。おかわり。
わり。その後エンジは今までの積み重ねとアウト発言の数々で敵地視点へと左遷された。頑張れ、負けるな力の時に。いかがる、こんな寒いとこで働いてるの、えらいてるの、すごい、このご時世にバカな男だよ。その後二人はめでたく結婚。これ以上よく読めたね。隣の人すげえ泣くな。末永く爆発して